御所に来る。そなたの努力次第とでも言ってみよう。私の名は武蔵。かの大戦では獣王への狂乱を祈祷に巡らすべきだと。まあいいわ、過去を何かと何も変わらぬし、私の流儀にも反省。せめてこたびはいかなる代償を払ったら全てを守りきる。私は大和方戦武蔵。私に認められたとは、海を吹き荒れる雷乱にも沈める土用の無線。なあ、これほどの艦隊を率いるそなたならば、それも難しくはなかろう。指揮官、今日は何から始める？そなたに案をなければ、私が代わりに手配してあげる。従う者に庇護を与えるとすれば、上に立つ者の責務。指揮官であるそなたも、この私が守ってあげる。泣くことはホトトギスの様。そやつが泣かぬなら待てばよいのだ。そなたには胡中の道理が分かる。私がそなたを守り、そなたの代わりに庶務をうまく取り繕ってあげよう。余暇の時は足湯に浸かるのが趣味で、頭から最も離れた足が湯に浸かれば頭脳が楽になる。まあ、奇妙なことだな。時折ここで眠っているシナの姿が見える。物資備蓄もより潤沢になるわ。受け取りなさい、そなたへの手紙を持ってきたあなたは。無事帰ってきたならそれでよい。まずはゆっくりなさい。己の業を背負い前へと進んでこその人間よ。業を焦って突っ走ってはならない。そなたにはまだたくさんやるべきことがあるわ。爪を隠す。そなたも
努力次第とでも言っておくわ。委託組の子たちが帰還したの。人の亡霊には馳せ参じられぬが、あの子たちの無事な様子が見れただけでも喜ばしいわ。合法の木も合法より生ず、今日の塵のようなさじたく積もれば敵を阻み、己が愛する者たちを守る巨峰になるだろう。武蔵なら国民は昼にも焦るのかも、粛々と進むのも勝利に浮かれてはならない。深入りしすぎず慌てるの吉、そのためは私がしっかり守った。